茨城の社会人、主に中継ぎを務めていた人物である。146キロのストレートとムービングファスト、スライダーを駆使してチームのリードを守った。と言っても優秀な選手かと言われるといまいち。社会人野球予選では通用するものの、勝ち進んでいくたびにスライダーだけでは通用しない。そのため決勝に近づけば近づくほど出番がなくなっていた。自分はプロになれず、社会人野球でなんとか頑張ればいい。そんなことを思っていた。だがとある日運命なのか、とある人物と出会うことになる。その名もアバタヤス氏。かつて阪神タイガースでつくも空と共に激闘を繰り広げた人物である。現在はたこ焼き屋を営んでいるようだ。兄ちゃん、なかなかいい投球してるやないかい。わい阪神タイガースのお偉いさんにちょっとコネがあるんや。もしよかったら、プロの世界で挑戦せえへんか。え、あなたはアバタさん。でもそんなことバレたらやばいんじゃ。アホ、実力がない奴にわざわざ声かけるかい。お前には実力があると思ったから誘ったんや。とりあえずプロ志願届け出して待っておけ。練習はしっかりしておけよ。はい。正直自分に実力はない。本当に才能で認めてくれたのだろうか。そんなことを思いながらドラフト会議当日、なんとドラフト6位に指名される。嘘、あの人たこ焼き屋だろ。まだプロ球団とコネクションあるのかよ。だがプロ入りできたのは事実。買い指名でもプロはプロだ。よし、才能を発揮してやるぜ。多分。そんなアバタに実力を認められた男。福寿のプロ野球人生を見ていきましょう。ということで皆さんこんにちは。今回は社会人野球チームから阪神に6位指名された福寿のプロ野球人生です。たこ焼き屋のアバタに才能を認められまさかのプロ入り。あいつは隠れた才能がある。ワイが見抜いたんや、間違いないで。とのこと。たまに適当なことを言うが、当たっている時の恩恵は誰よりも大きい。果たして福寿はその期待に応えられるか。ということで1年目。1年目から1軍昇格を果たす。入団時より球速を3キロも上げ、なんとナックルを覚えた。しかし防御率 3.77。中継ぎとしては正直いまいちだ。本当にアバタさんの言うことは正しいのか。彼がナックルを覚えた理由。それには過去にこんな出来事があった。どうやらプロ入りできたみたいやな。はい、本当にプロ入りできました。それじゃあ特訓開始や、お前に魔球教えたる。お前はこれをとにかく極めるんや。去年アバタに教えてもらったナックル。完成度は低くプロで使えるかというといまいち。本当にナックル極めればうまくいくのかな。福寿は言うことを聞きナックルを極める。ワイの教えたナックルがどこまで通用するんか、楽しみやな。続く2年目。アバタの言う通りナックルに磨きをかける。前年の活躍を見て2軍降格。まだまだ投球技術を磨かなければならない。1年でそこそこナックルのレベルは上がった。だけどまだ足りないな。そんな彼にチャンスが舞い込んだ。それは海外留学。アメリカへ行き自分のレベルを上げるチャンスだ。おう、いろんな変化球見てなんか覚えてこいや。お前にはナックルの他にスライダーがある。一軍でいい成績残せたら、Y が名前つけたるわ。名前。正直アバタのネーミングセンスに不安は隠せない。続く3年目。アメリカ留学の影響により球速154キロ。カットボールを覚え、ナックルとスライダーそれぞれに磨きをかけた。これほどの実力を身につけた福寿は首脳陣に注目され、来年からは1軍で試合をすることが告げられる。その実力はアバタも驚くほどだった。お前、見違えたな。来年活躍間違いなしやな。頑張ります。果たして来年どれほどの成績を残せるか。続く4年目、1軍昇格後防御率 2.89 を記録。さすが福寿、前年覚えたカットボールを組み込んで素晴らしい投球を見せた。相変わらず左打者の苦手意識は消えないが、それを投球技術でカバー。タイトル獲得はならなかったものの、チームの大きな戦力になっている。あいつええやんけ。来年もこの調子で頼むで。最優秀中継ぎ、狙ってみる価値はあるな。続く5年目、なんと防御率 1.86 を記録し69登板。福寿はチームの中核を担っていると考えてもらっていい。だがこれだけの成績を残しているにもかかわらずタイトルはなし。もう少し際どいコースに投げれないとな。来年からは制球練習に力を入れよう。さらなる成績アップを図りたい。しかし6年目。なんと防御率 3.91 と成績は過去最悪。コントロールに磨きをかけるもののタイトルを意識しすぎたかのように思われる。お前は高望みをしすぎやで。自分らしさを見失っている。中継ぎは確かに先発と比べたら地味や。せやけどな、Y は中継ぎに誇りを持っとる。まずはお前の仕事をしっかりすることや、そうは思わんか。はい。その通りだ。自分のことばかり考えていた。すいません。
俺チームのことなん。よし、わかればいいんや。ということで、お前に Y の名付けたオリジナル変化球を伝授する。その名も。その名も。たこ焼きボール2号や。たこ焼きボール2号？福寿は心の底から思った。ダサすぎる。しかしアバタはこの名前をすごく気に入ってるようだ。嫌だなんて言えない。ということで、福寿のナックルはこの通り。なんともダサ。かっこいい名前となった。ナレーションが本命いそうになってんじゃねえよ。続く7年目。球速157キロとなり160キロ目前。といえども防御率 4.43 と前年より悪化。これで中継ぎエース。他のチームから笑われてしまう。どや、こんな中継ぎエースは嬉しいか。いえ、嬉しくないです。これからは成績にこだわれ。技術はあるが、今の成績じゃ話にならへんで。わかりました。福寿は気持ちを入れ替える。来年からしっかりと成績を残してやるぞ。続く8年目。今季は心機一転し好投を続ける。その結果防御率2点台、ホールドポイント46を記録したことにより最優秀中継ぎに選出される。やるやんけ。成績とタイトルが重なり合ってこそや。それでこそ一流というもんやで。はい。言う通りだった。この結果は本当に嬉しい。来年も最優秀中継ぎを目指し頑張るぞ。続く9年目。30歳となり防御率 2.29 を記録し最優秀中継ぎに選出される。そしてついに球速160キロに到達。まさか9年目にしてここまで来るとは。やはり Y の目に狂いはなかったぜ。こいつは間違いなく伝説を残す男になる。能力のピーク。ここで一気に成長しよう。来年も全力で行くぜ。続く10年目。今季はコントロール中心のトレーニングを行う。防御率3点台となってしまうものの最優秀中継ぎに選出された。しかし福寿が欲しいものは最優秀中継ぎと釣り合うだけの成績。正直納得はしていない。たこ焼きボール2号なんて名前を付けられたからにはひどい成績を残せない。ひどい成績を残した瞬間、あいつは野球を舐めてる。って言われるよ。ヘクション。ああ、風邪でも引いてしまったか。続く11年目。6年ぶりとなる防御率1点台。最優秀中継ぎに選出され再びタイトルを獲得。しかし球速159キロに低下。これから身体能力の劣化が起こる。多分これが最大やな。これから成長は見込めないで。これからは経験でカバーや、お前ならできる。雑なアドバイスだな。だがその通りかもしれない。これから野球とどう向き合うか。続く12年目。いつも通り中継ぎの仕事をしっかりと行う。そして再び最高球速160キロを記録。たこ焼きボールの名も世間に広まり、あのアバタが育てた男と特集されるように。ってアバタさんテレビに出演してんじゃん。もしかして、狙いはこれか。さすが。うまいことやって生きている。そういうところを含めてもアバタらしいが。続く13年目。再び防御率1点台を記録。160キロのストレートとキレのある変化球が大きな武器。打者はこの球を攻略しなければならない。お前、先発になる気はないんか。え、なんでですか。いや、今のお前なら先発で通用する。やってみる気はないんか。アバタは思ったのだろう。福寿が自分の予想を大きく超えていることに。しかし、いえ、俺は中継ぎで行きます。言ったでしょ、中継ぎにもプライドはあるって。あの言葉忘れましたか。数年前に言った言葉だ。そうか、それやったら伝説を残せ。中継ぎの意地を見してみ。中継ぎとして生きること、福寿はすでに決心していた。 Y の一番弟子、頼むで。続く14年目。福寿は成績をキープ。たこ焼き中継ぎの実力は未だ健在。35歳でも阪神の中継ぎエースとして活躍。もちろん最優秀中継ぎに選出される。だけどこれから成長できるかはいまいちだ。用心しておこう。続く15年目。今季登板回数は32回。36歳にしてついに体に違和感が現れる。それは能力の衰え。これからは劣化に抗いプロを生きることになる。これから気合を入れなきゃいけねえな。続く16年目。防御率3点台、ホールドポイント5を記録。成績は悪くなり球速も151キロ。そろそろボロが出始めている。きっとあと数年で引退だろう。 Y の伝授したたこ焼きボールがどこまで通用するか。ここからが踏ん張り時やな。来年からは直球だけでなく変化球中心の投球が求められてくるはずだ。よし、来年も気合い入れるぞ。続く17年目。再び防御率2点台となる。今季は変化球を中心に組み立て、いつも通り素晴らしい成績を残せた。投球技術を見る限り十分戦力として活躍している。
最大の武器であるナックル。あの球だけはどう頑張ったとしても対策できない。アバタさんから教えてもらったボール。今はこれが頼りだ。続く18年目。スライダーの変化量が下がり球速も低下。それでもいつも通り防御率に点台をキープしている。よし、来年もこのまま突っ走るぞ。あいつこの年になってもこれほど頑張るとは、なかなかやるやないか。奪三振数も減り衰えは隠せない。来年福寿はどのような決断をするのか。そして19年目。福寿。引退を表明。最後の年は防御率3点台となりホールドポイント2。アバタから伝授されたたこ焼きボールを武器に最後まで戦い抜いた男。そのプロ野球人生が今終わりを告げた。ナックルを伝授され海外に行き習得したカットボールを武器に戦い抜いた男。中継ぎとしての誇りを持ち最後まで戦い抜いた。彼は引退後アバタの店で働くことに。引退後野球と関わることができたはずだが、彼は飲食業の道を選んだ。なぜお前はこの道を選んだんや。俺も、あなたと同じような人生を歩んでみたいからです。なんやそれ、ワイと同じで頭おかしくなったか。ってそれ自分で言うか。きっとこれが彼なりのお礼。声に出さずともなんとなくわかっていた。たこ焼き一丁上がり。はーい。これからは別の人生が続いていく。野球とは関係ないが、人のためにできるやりがいのある仕事。よし、最高のたこ焼きを作ってやるぜ。社会人野球で才能を開花できなかった俺。そんな俺の才能に気づいたのはアバタさんだった。プロ入りして活躍できたのもアバタさんのおかげ。オリジナル変化球を投げられたのも彼のおかげ。感謝するものが多すぎてどう恩を返していいか迷っている。だからこそ俺はあの人の背中を追い続ける。確かに見本とする人物かと言われると微妙だ。だが人間ってそんなもの、俺にしかわからない魅力があるんだよ。